サー・アーサー・イグナティウス・コナンドイルは、イギリスの作家、医師、政治活動家、推理小説、歴史小説、SF 小説などを多数表した。とりわけ、シャーロック・ホームズシリーズの著者として知られる。SF 分野では、失われた世界、毒ガス・タイなどチャレンジャー教授が活躍する作品群を、また、歴史小説でも、 ホワイトカンパニーやジェラール巡小シリーズなどを表している。1902年にナイトに助せられ、サーの称号を得た。1859年5月22日、スコットランドエディンバラに測量支符、チャールズ・ドイルの息子として生まれた。アイルランド系カトリックの家庭だった。王子からコナンの姓をもらい、ミドルネームの一つとなる。祖父やおじ三人は成功者だったが、 父は出世せず、後にアルコール依存症になり、精神病院に送られたため、幼少期、青年期の生活は苦しかった。おじたちの支援で、イエズス会系の学校を出た後、1876年にエジンバラ大学医学部に進学し、1881年に学位を得て卒業した。大学卒業後、医師として診察所を開業した。患者を待つ暇な時間を利用し、 副業で小説を執筆して雑誌社に投稿するようになり、1884年には、シャーロック・ホームズシリーズの第一作である長編小説、ヒーローの研究を発表している。1889年に出版された歴史小説、マイカ・クラーク。1890年に出版されたホームズシリーズ第二作、四つの署名。1891年に、 出版された歴史小説ホワイトカンパニーなどで小説家として成功した。1891年にはこれまでの診察書を占めて無資格の眼科医を始めたものの患者は全く来なかった。これをきっかけに執筆業一本に絞ることになった。1891年からストランドマガジンで読み切りのホームズ短編小説の連載を始め爆発的な人気を獲得した。 しかし彼は歴史小説を自分の本文と考えていたため、ホームズシリーズが著名になりすぎるとホームズを敬遠するようになり、1893年発表の最後の事件においてホームズを死亡させた。その後、ナポレオン戦争時代を舞台にしたジェラール淳小シ,シリーズの連載を開始した。1900年にボーア戦争が勃発すると医療法師団に 医師の一人として参加して戦地に赴いた。同年10月に行われた解散総選挙に与党自由党一党の候補としてエディンバラセントラル選挙区から出馬し戦争支持を訴えたが落選した。防和戦争がゲリラ戦争と化して焦土作戦や強制収容所などイギリス軍の残虐行為への国内外の批判が高まっていく中、1902年には 南アフリカ戦争原因と行いを発表して、イギリス軍の汚名を進ぐことに尽力し、その功績で、国王エドワード7世より、ナイトに除され、サーの称号を得た。1901年には、久々のホームズ作品である、長編小説、バスカビル家の犬を発表した。この作品の事件の発生年は、最後の事件より以前に設定され、死亡したと設定された。 ホームズの復活ではなかったが、1903年から再開されたホームズ短編連載ではホームズは生きていたと設定された。彼は自分にはホームズのような推理力はないと語っていたが、ジョージ・エダルジ事件やオスカー・スレーター事件といった事件で警察のつさんな捜査を暴き犯人とされた人物の冤罪を晴らすことに尽力した。 1912年4月のタイタニック号沈没事件について乗客、船員の英雄譚の実費をめぐって否定的なジョージ・バーナード賞と論争した。1912年にはチャレンジャー教授シリーズの第一作である失われた世界、その翌年には第二作、毒ガス隊を発表し SF 小説にも進出した。1914年に第一次世界大戦が 勃発すると政府や軍部の戦争遂行を全力で支援した。戦意公用のための執筆活動や核前線を回って指揮を鼓舞する演説を行うことに努めた。一時大戦前から心霊主義に関心を持っていたが、戦中の相次ぐ身内の戦死、病死により戦後には心霊主義への傾斜を一層強めた。晩年の活動はほぼ全て 心霊主義活動に捧げられた。1925年には、チャレンジャー教授が心霊主義に目覚める霧の国を発表した。1930年7月7日に死去した。様々な分野の執筆を行ったが、推理小説、シャーロック・ホームズシリーズの名声が最も高く、この作品を通じて、後世の推理物の様々な原型を築いた。政治思想面では、 中世騎士道を基礎として国家主義、帝国主義、反共主義、婦人参政権反対、離婚法改正賛成などの立場を取った。クリケットをはじめとして様々なスポーツに打ち込むスポーツマンでもあった。戦災はルイーズ、5歳はジーン。戦災との間には一男一女、5歳との間には二男一女を設けた。1859年5月22日。 スコットランドローム局測量志法、チャールズ・ドイルとその妻、メアリーの長男として、スコットランド・エディンバラのピカーディプレイス11番地に生まれる。チャールズ・メアリー夫妻の子供は全部で9人で、うち、アーサーと姉・アネ,アネットは、王子にあたる美術批評家、マイケル・コナンから、コナンの姓をもらい、コナン・ドイルという複合姓になった。父方のドイル家は14世紀に、 フランスからアイルランドへ移民したノルマン人の家系だった。敬験なカトリックの一族だったため迫害を受けることが多かったという。ドイル家が世間の注目を集めるようになったのはアーサーの祖父であるジョン・ドイルがダブリンからロンドンに出てきて HB の筆明で著名な風刺画家となってからだった。ジョンの長男ジェームズは画家、次男リチャードはイラストレーター、三男ヘンリーは アイルランド国立美術館館長としてそれぞれ成功を収めた。しかし、いつおであるチャールズだけは、一回の測量技師補から出世せず、しかもアルコール依存症だったため、1876年には、その仕事も失い、療養所へ入れられた。そのため幼少期、青年期のアーサーは、貧しい環境の中で育ったという、母方のフォーリー家も、 フランスからアイルランドへ移住したカトリックであり、ケースを遡ると、フランスからトライした英国王室プランタジネット町に、つながるという。母はそのことを常に誇りにしていたという。シャーロック・ホームズのモデルである、エジンバラ大学医学部教授ジョセフ・ベル裕福な叔父の、支援で1868年に、イングランドランカシャーにある、イエズ・ス会系の寄宿学校ホダー学院に入学。 1870年にはその上級学校であるストーニーハーストカレッジに進学し、同校で5年間学んだ。スポーツ万能だったドイルは同校のクリケット部首相を務めているが、後年にドイルは同校の体罰の激しさやイエズス会教師の救いようのない安明さを批判している。1875年にはドイツ語の勉強をもかねて、 オーストリア・フェルトキルヒにあるイエズス会系の学校に一年間留学した。オーストリアから帰国した頃、母メアリーは少しでも生活費を楽にするため、ある医師を曲がり人として置いていた。この曲がり人の影響を受けて、医師を志すようになったドイルは、1876年にエジンバラ大学医学部に進学した。5年にわたって、 同大学に在学したが、ドイルの解雇によれば、長く退屈な勉強の毎日。植物学、科学、解剖学、生理学、その他、大半は、医療という技術には対してつながりのない必修科目の、履修という状況だったという。しかし、ここで地遇を得たジョセフ・ベル教授からは、大きな影響を受けた。ベル教授は、ちょっとした特徴から、 患者の状況や経歴を言い当てる人物であり、ドイルは彼をモデルにして、シャーロック・ホームズの人物像を作り上げたという。また解剖学のウィリアム・ラザ・フォード教授の誤解者は、チャレンジャー教授の人物像のモデルになったという。大学在学中、ダーウィンの進化論に共感を寄せたため、徐々にカトリックの信仰心から離れたという。大学への通学路に古本野外があったため、 古本もよく読むようになった。タキトスやホメーロスなどの古典、クラレンドン白爵のイングランド反乱誌、スウィフトのオケ物語、アラン・ルネル・サージュのジル・ブラース物語、サー・ウィリアム・テンプル順弾尺のエッセイ、オリバー・ウェンデル・ホームズのエッセイ、トマス・マコーリーのエッセイ、エドガー・アーラン・ポーの小説などに強い影響を受けたという、スポーツにも積極的に参加した。 相手を見つければ、すぐに、ボクシングの試合をし、またラグビー部ではフォワードを務めた。当時、ドイルの姉二人はポルトガルで働いて実家に、仕送りしていたため、ドイルも仕送りしないのは、長男として、肩身が狭かったらしく、しばしば医師のもとで、パートタイムの助手をし、また1880年には7ヶ月にわたって、捕鯨船に繊維として乗船している。 1881年8月に医学士と外科修士の学位を取得したが成績は波だった。大学卒業後の1881年10月にアフリカ帰船会社に繊維として就職した。10月末にリバプールから出港したアフリカ行きの帰船マユンバ号に乗船したが客が次々とマラリアに罹患してその治療に悪戦苦闘し、 彼自身もマラリアを罹患して一時生死の境をさまよった。気候も暑くてたまらなかったという。1882年1月にリバプールへ戻った頃にはこれ以上、アフリカ行きの帰船の戦意を続ける気にはなれなくなっており、退職した。この後、ロンドンのおじたちに会って支援を受けようとしたが、敬験なカトリックである彼らは信仰心を失った。ドイルを助けてはくれなかった。 1882年5月には、エジンバラ大学の同級生、ジョージ・バットに誘われて、プリマスのバットの診察所の共同経営者となった。バットの診察は、型破りとして評判で客が多かったが、ドイルが診察を分担するようになってから客が減ってきたため、2ヶ月も経たないうちに2人の関係は、破局した。 バットがドイルの看板が外にあるから客が減るのだと避難してきたのを機にドイルはバットと他元を分かつ決意を固めた。1882年6月末からポーツマス郊外サウスシーで診察所を個人開業するようになった。8年にわたって診察所を続けたが、その年収が300ポンドを超えた年はなかった。すでに医師が多くいる地域だったためこれ以上の成功は、 望めない状況だったという。スポーツが得意だったため地域社会にはすぐに溶け込み、ボーリング大会で優勝したり、クリケットクラブの首相を務めたり、サッカークラブの立ち上げにも参加した。1885年には病死した患者の姉である、ルイーズ・ホーキンズと最初の結婚をした。1887年11月交換の ビートンのクリスマス年間に掲載されたヒーローの研究ドイルは患者を待つ時間を利用して短編小説を執筆し雑誌社に投稿するようになった。1882年には我が友殺人者がロンドンソサイティ氏から10ポンドで買ってもらえた。ついで同年末には捕鯨船での体験をもとにした北極星号の船長がテンプルバー氏に10ギニーで買ってもらえた。 さらに1883年には、メアリー・セレストの事件に触発されて書いた、J ・ハバクック・ジェフソンの遺書が、コーンヒル・マガジンシに2 9ニーで買ってもらえ、これは、トイルの初期の執筆活動最大の成功となった。ただし買い取ってもらえるのは、稀なケースで大半の作品は返却されていた。短編小説は、小金稼ぎになったが、作者名が掲載されないため、 その場限りなのが難点だった。ドイルの自伝によれば、1885年の結婚後にこのまま短編を書き続けても進歩がないと思うようになり、単行本になるぐらいの長編小説を書こうと思い立ったという。はじめに、ガードルストーン会社という長編小説を書いたが、出版してくれる出版社がなかなか見つからず、刊行は1890年になった。 この後の1886年3月から4月にかけて執筆した長編小説がシャーロック・ホームズシリーズの第一作ヒーローの研究だった。これも出版社がなかなか見つからなかったが1886年10月末にウォードロック社に25ポンドという短編並みの安値で買い取ってもらった。同作品は1887年11月出版の ビートンのクリスマス年間に掲載された。その翌年には単行本化もされた。反響はほどほどというレベルだった。ヒーローの研究出版までの間にガスウォーターが Z 氏からの依頼でドイツ語のガスパイプ漏れの検査を英語訳した。後年、コナンドイルは、世人はヒーローの研究が私の仕事の突破口だと思うかも知れないが、そうではない。 自分から頼んだのではなく出版社から依頼された、初めての仕事という意味でこの翻訳が私の突破口となったと語っている。1887年7月から1888年初めにかけて17世紀後半のモンマスの反乱を描いた歴史小説マイカ・クラークを執筆した。この作品はロングマン社に買い取ってもらい、1889年2月に 出版した。かなり評判が良く、一年の間に三版も十版を重ねている。高年ドイル自身も、この作品が自分の最初の出世作だったと語っている。1889年に、アメリカ合衆国の j b リピンコットからの依頼で、シャーロック・ホームズシリーズ第二作の長編小説、四つの署名を執筆し、1890年2月に、 英米で出版された。この作品の評判も良かった。4つの署名執筆後、14世紀を舞台にした歴史小説、ホワイト・カンパニーの執筆に戻った。マイカ・クラークと4つの署名の評判が良かったため、コーンヒル社から雑誌掲載で200ポンド、単行本化で350ポンドという高い報酬で買ってもらえた。単行本は全3巻で出版されたが、 非常によく売れ、コナン・ドイルの小説家としての名声を押し上げた。この本は後に学校の歴史教育の教材にも使われており、それについてドイルは長く読み伝えられ、イギリスの伝統が栄光に輝いてほしいという感想を述べている。シドニー・バジェットが描いた1890年頃のコナン・ドイル1890年8月、ドイツ・ベルリンで開催された。 国際医学会において、ロベルト・コッホが新しい結核治療法を発見したと発表した。気になったドイルは直ちにベルリンへ向かったが、コッホの講演会チケットを手に入れることができなかった。諦めきれず、コッホの家に押しかけるもあってもらえなかった。しかし、コッホの講演会のメモを手に入れることはでき、これを読んだドイルは、デイリー・テレグラフが見に投稿して、コッホの研究は、 不完全で欠陥が出ていないと批判した。後に、国保の研究の不十分さが判明したため、真っ先に、それを指摘した、彼は、誇らしい気分だったという。このベルリン退在時にドイルは突然眼界になることを、思い立った。1890年11月にサウスシーンに戻って、診察書を閉めると、1891年1月には、妻を連れて、オーストリアシトウィーンへ移住し、 科医の実習を受けた。しかし、ドイルのドイツ語能力は、専門的授業を受けられるレベルではなかったため、すぐにも授業についていけなくなり、ウィーンでの科医資格取得を断念した。6ヶ月の予定だった実習を2ヶ月で切り上げ、1891年3月末に、ロンドンへ帰国した。帰国後には、ロンドンのモンタギュープレイス23番地の邸宅で、クラスと共に、 アッパーウィンポール街において、無資格の眼科を始めた。しかしロンドンには資格を持った眼科が大勢いたため、無資格の眼科に見てもらおうなどという患者は現れなかった。ドイルはこの暇な時間を使って、小説の執筆に励んだ。患者が全く来ない眼科診察所は結局閉鎖することになり、執筆業一本に絞っていくことになった。診察所を閉鎖すると、 サウスノーウッド郊外テニスンロード12番地に移住した。シドニー・パジェットが描いた名探偵シャーロック・ホームズこの頃、ドイルは同じ人物を主人公とした短編小説を読み切り連載で書くことを考えていた。その主人公として選ばれたのがシャーロック・ホームズだった。ホームズをシリーズ化することにしたのはすでにホームズ作品を2つ出していたため、 シリーズ化が一番良いだろうと判断したためだった。こうして書かれたホームズ短編小説6編は1891年1月に発刊されたばかりのストランドマガジン紙に一作35ポンドで買ってもらえ、同志1891年7月号から順次掲載された。この連載は初回から話題となり、ホームズシリーズは人気となり、 ストランドマガジンの販売数を押し上げた。好評に応えて、さらに6編のホームズ短編小説を書き、1892年1月号から連載された。この連載が終わった1892年6月、これまで発表された12編のホームズ短編小説が、シャーロック・ホームズの冒険として単行本化された。ドイルの元には、ホームズ読者の手紙が大量に届くようになったが、 その大半は、ドイル宛ではなく、ホームズ宛だったという。また、サインを求められることも多くなったが、それもやはり、コナンドイルのサインではなく、シャーロック・ホームズのサインを求められることが多かったという。この頃、ドイルは、ブックマン氏において、シャーロック・ホームズについて全国から、たくさんのお便りをもらうようになりました。ある時は、学生から、 ある時は熱心な読者の巡回セールスマンの方から、字には弁護士の方から法律の誤りを指摘されることもあります。シャーロックの若い頃のことを知りたいといった手紙も多いですと語っている。ジェラールジュンショーの功績しかし、ドイル当人は歴史小説が自分の本文と考えており、歴史小説家として名前を残したがっていた。そのため、ホームズの評判が高くなりすぎると、 逆に、ホームズを敬遠するようになった。最初のホームズ連載が終わると、ホームズを離れ、17世紀フランスのカルヴァン派への弾圧と彼らのアメリカ亡命を描いた歴史小説、亡命者の執筆を行った。1892年2月までに同作品を完成させ、ストランドマガジンとアメリカ合衆国のハーパーズ・ニューマン・リース氏で発表し、 1893年には単行本化された。それなりに売れたものの、すでに、ホームズ人気には及ばなかった。ストランドマガジンはドイルに、歴史小説より、ホームズシリーズの続編を書いてほしいと、要請し続けていた。これに対してドイルは、1000ポンドの報酬を出すならもう12編の、ホームズ短編を書いてもいいという条件を提示した。破格の報酬を条件に出すことで、 ストランドマガジンの方から諦めさせようとしたようだが、同志はこの条件を本当に飲んでしまったため、書くしかなくなった。こうして、再び書かれた12編のホームズ短編小説は、ストランドマガジン1892年12月号から発表され、後にシャーロック・ホームズの改装として単行本化された。しかしこの連載の最後である1893年12月号の、 最後の事件ではホームズをライヘンバッハの滝に落として死んだことにしてしまったため、物議を醸した。ドイルは、この連載が始まる前の母に宛てた手紙の中で、私はホームズを最後に殺すことでこの仕事を打ち切ることを考えています。彼のために私は、他のもっと素晴らしいことを考える余裕がなくなっているからですと漏らしていた。ホームズを死なせたドイルは、1894年から、 ナポレオン戦争時代を描いたジェラールジュンシ,ョーシリーズの執筆を開始した。最初の8編は1896年にジェラール淳賞の功績として単行本化され、続く8編は1903年にジェラールの冒険として単行本化されている。ジェラール淳賞シ,シリーズもかなりの人気作品になったが、世間では依然、ホームズシリーズの再開とホームズの復活を求める。 声が強かった。戦地医療奉仕活動1899年のコナンドイル南アフリカに帝国主義的野心を抱いていたソールズベリー公爵内閣植民地大臣ジョゼフ・チェンバレンは南アフリカのボーア人国家トランスバール共和国を追い詰め1899年10月に同国がイギリスに宣戦布告してくるよう持ち込んだ。しかしボーア人は住民として 地の利を生かして戦い、侵攻してきたイギリス軍に大きな損害を与えていた。戦死者の増大を前に、イギリス本国では、インド人など、植民地人を代わりに戦わせ、イギリス人の人的損害を減らすべきことが、盛んに主張されるようになった。これに対してドイルは、タイムズ紙で、植民地人の兵士を戦地に送るべきという意見が、各方面で強まっているようだが、 イギリス人が一人も戦地に行かないで、植民地の人間に穴埋めさせるのは名誉に関わるのではないかと主張すると、共に自身もイギリス軍に従軍する決意を固めた。従軍に反対する母への手紙の中でドイルは、私はあなたから愛国心を学びました。ですから、私を責めないでください。兵士として、どの程度役に立てるかはわからないですが、自分は模範を示す人間として、 国に奉仕できると思います。思うに私はイギリスで、誰よりも若者たち、特に、スポーツを愛する若者に強い影響を与えることが、できると思います。だから、若者の手本になることが重要なのですと、説得している。しかしドイルは、すでに40歳過ぎだったため、陸軍の兵役検査に落ちた。ドイルはやむなく従軍を諦めたが、代わりに50人の医療奉仕団を戦地に、 派遣するという友人ジョン・ラングマンの計画に医師の一人として参加することにした。ドイルらラ,ラングマン医療法師団は1900年3月に英領ケープ植民地主とケープランドに到着し、ロバーツ教を率いるイギリス軍の新軍路をたどって負傷者、発病者の治療に当たった。ドイルも休む暇もなく、献身的に働いた。1900年6月、イギリス軍は、 トランスバール首都プレトリアを陥落させた。ドイルは占領下プレトリアでイギリス軍司令官ロバーツ卿と会見し医療法士団の活躍を報告している。プレトリア陥落で戦争の体制は決したかのように思われたのでドイルは今戦争についての総括の執筆を行うためまた近々行われると見られていた総選挙に出馬すべく7月に帰国の途に着いた。 帰国後直ちに大ボーア戦争を執筆したが、この著作はプレトリア陥落でボーア戦争は終結したという前提で書かれたものだったため、この後ボーア戦争が泥沼のゲリラ戦争を溶かしていく中で自流にあっていないものになってしまった。総選挙に出馬するも落選ドイルはボーア戦争以前から政界進出への意欲をマスコミ紙面で表明していた。 そのため1900年10月の解散総選挙を前にして与党である保守党、自由統一党も野党である自由党も著名な作家であるドイルを自党の候補に擁立しようと誘いをかけた。ドイルは自由統一党からの出馬を決めた。同党はジョゼフ・チェンバレンやデボンシャー公爵らアイルランド自治に反対する自由党議員が自由党から離党して作った政党であり、 この頃には保守党と連立して与党を形成し戦争支持を表明していた。自由党一党執行部は与党候補の当選が安定している選挙区を用意すると言ってくれていたがドイルはそれを断ってスコットランド急進派の砦と呼ばれ与党候補の当選が困難と見られていたエディンバラセントラル選挙区から出馬した。同選挙区の自由党候補は出版業者。 ジョージ・マッケンジー・ブラウンだったが、ドイルは、自分と彼の間に、社会問題や地元選挙区の関心事項について、そう言わないことを強調することで争点を、防和戦争の是非のみに持ち込み、その上で、南アフリカの明るい未来の見通しや、大きな流れの真ん中で馬を変えることの危険性を解き、与党支持を訴えた。しかし、選挙日前日に、福音派信者が、 ドイルのことを強硬派共謀者、イエズスカイ密誌、プロテスタント信仰破壊者と誹謗中傷するプラカードを持って更新し、これによってドイルは有権者から強心的カトリックのように誤解され、選挙の流れが不利になったという。選挙の結果は、ブラウンの3028票に対してドイルは2459票に止まり、落選であった。 しかし前回選挙と比べると自由党候補の票1500票も減じた格好だったため、党は一定の成果があったと評価したようである。ちなみに総選挙全体の結果は与党の圧勝であった。英軍擁護運動イギリス軍が設置した防ア人強制収容所で痩せ細る子供。一方、ボーア戦争はゲリラ戦争と化していた民家が ゲリラの活動拠点になっていると見たイギリス軍は、焦土作戦を実施した。イギリス軍の焦土作戦で焼け出された、ーア人の多くは強制収容所に送られたが、そこの環境は劣悪であり、2万人以上の人々が命を落としていった。国内外で、イギリス軍の残虐行為への批判が高まった。しかし、大英帝国の拡大が、 世界に道徳と秩序をもたらすと信じるドイルは、こうした批判には徹底的に反論した。ドイルは1902年3月にもイギリス軍用語の小冊子、南アフリカ戦争原因と行いを表した。この中で彼は、イギリス軍の焦土作戦について、イギリス軍が民間人の家を焼くのは、そこがゲリラの拠点となった場合のみ、責任は最初に、 ゲリラ戦法を行った側にあると擁護した。強制収容所については、焼け出された、婦女子を保護するのは文明国イギリスの義務である。収容所内では、食料もしっかり出されている。それにもかかわらず収容者の死亡率が高いのは病気のせいだが、イギリス軍内でも病死者が続出しており、差別的な取り扱いではないと擁護した。また、 イギリス軍人によるボーアジ人フ女子合刊については、いかなる戦争でも女性は、既婚、未婚問わず憎悪にさらされる。避けられないことだと批判を一周する。この小冊子は政府や戦争支持派から熱烈に支持され、発売から6週間で30万部を突破した。ドイルは自分のポケットマネーや募金で集めた資金を元手にして、 この小冊子をできる限り多くの言語に翻訳して、各国に配布し、イギリスの国際的な汚名を進むことにも努めた。この活動を政府から評価され、1902年10月24日に国王エドワード7世からナイトバチェラーに上され、以降、サーの称号を使用できるようになった。また同時に名誉職のサリー修復当願にも任命された。 ボーア戦争から帰国して8ヶ月ほど経った1901年3月にドイルは友人とノーフォークの温泉に行ったがそこで友人からダートムーアに伝わる魔剣伝説を聞いた興味を持ったドイルは現地調査を行った上で数ヶ月間でホームズ町編小説バスカビル家の犬を書き上げたこの作品はストランドマガジン1901年8月号から8回に 分けて連載された。久々のホームズ作品の発表にホームズファンは大喜びしたが、これは物語の設定上死亡したことになっているホームズが復活したわけではなく、事件の発生日を最後の事件以前に設定したものだった。ホームズ復活への熱望がますます高まる中、とうとうドイルもホームズを復活させる決意を固め、 ストランドマガジン1903年10月号から新連載された読み切りホームズ短編シリーズの第一作空き家の冒険の中でホームズは馬律なる日本武術を使って死なずに済んだと設定したこの新連載13編は1905年にシャーロック・ホームズの生還として単行本化されているストランドマガジン4 9 0 6年7月号から ホワイトカンパニーの姉妹編の歴史長編小説、サーナイジェルを発表した。ドイルはこれを自身の最高傑作と自負していた。1906年には、ツマルイーズが結核のために死去した。ドイルは1897年の出会いの時に一目惚れをしたものの、妻を気遣って、プラトニックな関係に留めてきた寺院で、キート1907年に再婚した。これを機に、 クローバラに移住して新婚生活を始めた。ドイル自身は自分にホームズのような推理力はないと述べていたが、彼は以下の2つの事件において冤罪を晴らすことに貢献した。エダルジ事件その最初の事件はバーミンガムに近いグレートアーリーで発生したジョージエダルジ事件だった。これは1903年中6ヶ月にわたって、 同地の家畜の牛馬たちが何者かによって腹を裂かれて殺害された事件だった。地元警察から疑われたのはインド系の弁護士、ジョージエダルジだった。エダルジはこれまでも散々人種差別にさらされ、地元警察や住民から忌み嫌われてきた人だった。上記の事件が発生するとエダルジを犯人と告発する怪文書が地元警察や住民に出回った。警察は この怪文書もエダルジの自作自演と判断し、エダルジの実宅を家宅捜索した。そして結婚らしき、小さなシミと馬の毛がついたスーツが発見されたとして、エダルジを家畜殺害の容疑者として逮捕した。怪文書の筆跡もエダルジの筆跡であると鑑定された。裁判にかけられたエダルジは、有罪判決を受け、石切り場での7年の重労働刑に処された。 しかし警察が依頼した筆跡鑑定官は別の事件の裁判でもいい加減な鑑定をしたことで悪名高い人物でありしかもエダルジが石切り場で重労働させられている間にも家畜が殺される事件が発生したためエダルジ冤罪説が強まり内務省に再審請求が殺到した内務省は1906年10月にエダルジを仮釈放したものの仮釈の理由を説明せず 有罪判決を取り消したわけではなかった。このやり口に憤慨したエダルジは、新聞で自らの冤罪を訴えた。これを読んで事件に関心を持ったドイルは、裁判記録を調べ、犯行現場を視察し、また、エダルジ本人とも会見した。ドイルは、エダルジと会った瞬間に、彼の無罪を確信したという。ドイルがエダルジを訪問した時、エダルジは雨を近づけて、 横にずらすように新聞を読んでいるところだったが、かつて眼科の勉強をしていたドイルは、この様子を見て彼が眼鏡でも強制できないほどの強度の禁止かつ乱視だと見抜いたという。そのため彼が闇夜の野原の中から家畜場や家畜の位置を特定して傷つけることなど不可能と考えたのだった。ドイルは証拠の洗い直しを行い、警察のつさんな捜査の実態を次々と暴いた。 エダルジが書いたと鑑定された、怪文書を別の筆跡鑑定人のところに持ち込んだ、結果、エダルジの筆跡ではないという鑑定結果を得られた。上着の馬の毛については、その衣服が警察署へ運ばれる途中に、馬のなめしが入りの袋に入れられたために、付着しただけであると突き止めた。また、 同じく衣服に付着していた結婚らしきシミについては、どんなに腕のいい暗殺者でも暗闇で馬を引き裂いて、三ペンスどうか二つの結婚しかつかないなどということは、あり得ないと問題視しなかった。著名な作家コナンドイルが事件を出版したことで、事件への国内外の注目は大いに高まった。そのため、イギリス政府としてもこの事件をいい加減なままにしておくことはできなくなり、 1907年春には事件の再調査を行うエダルジ委員会が設置された。しかしそのメンバーには警察に都合のいい人物が入れられていたため、委員会は家畜殺しについてエダルジの無罪を認めつつも、解文書を書いた件については有罪を覆さなかった。その結果、エダルジは特赦を受けつつ、ある程度までエダルジの責任とされて3年間の銃。 労働刑についての刑事保障を認められなかった。ドイルはこれにがっかりし、役人の可愛い体質を批判するとともに、この事件は、イギリス裁判の汚点となるだろうと主張した。スレーター事件殺人事件で、有罪判決を受け、18年服役した後、ドイルらの支援を受けて、最新無罪を勝ち取った、ユダヤ系ドイツ人、オスカー・スレーター1908年12月。 スコットランドグラス号でマリオンギル・クリストという老女がダイヤモンドのブローチを奪われて撲殺された。警察が容疑者としたのはユダヤ系ドイツ人のオスカー・スレーターだった。スレーターはギャンブルや犯罪まがいのことに手を染めてきた素行の悪い人物だった上、この直前にダイヤモンドのブローチを室に入れており、しかも偽名で船に乗ってニューヨークに渡航していたため、 一見して疑わしい人物だった。またユダヤ人だったため人種的偏見を向けるのにも格好の標的だった。警察の捜査は森津さんというより彼を犯人に仕立て上げようという悪意がこもっていた。例えば証人たちはあらかじめスレーターの写真を犯人の写真と言って見せつけられ、スレーターを犯人と証言するよう誘導されていた。 唯一の物的証拠であるスレーターが仕入れしたダイヤモンドのブローチはギルクリフトのものと一致せず、仕入れした時期も殺人事件前だと判明したが、警察はそれらの情報を隠蔽した。ニューヨークにいるスレーターは当局から犯罪人引き渡しの脅迫を受けたため、自発的にイギリスに帰国し、逮捕されて裁判にかけられたが、警察による証拠の鉄造と隠蔽。 弁護士や裁判官のずさんさによって死刑判決を受けてしまった。当時のスコットランドには刑事事件の上訴制度がなかったため、スレーターにできることはもはや国王エドワード7世に慈悲をこうことだけだった。世論はスレーターに同情し、2万人もの原刑単願署名があり、おそらくその影響で死刑執行2日前に終身重労働刑に減刑された。 ドイルは1910年にこの事件の証拠の矛盾を扱ったウィリアム・ラフ・ヘッド弁護士の小冊子を読んで事件を知り、冤罪事件との確信を強めたが、エダルジ事件での役人の結託、隠蔽にうんざりしていたため、今回はすぐに腰を上げようとはしなかった。警察により、狂気と断定されたスレーターが所持していた小型ハンマー。ドイルはそれに疑問を呈した。しかし調べれば調べるほど、 エダルジ事件よりひどい冤罪事件と分かり、結局彼は取り組む決意をした。1912年夏に小冊し、オスカー・スレーター事件を出版した。この中でドイルはスレーターが偽名で、アメリカに逃亡したのは、若い愛人と一緒にいることが妻にバレることを恐れて、警察から逃れようとしたのではないことを指摘した。また狂気とされるスレーターが持っていた小型ハンマーについては、 画病を抜いたり、小さな石炭のかけらを叩く、以上のことをしたら、限界を超えると指摘した。またこの冤罪が、ユダヤ人に対する人種的偏見に根ざしている点も指摘した。ドイルの介入で事件が注目を集める中、事件を担当した刑事ジョントレンチ警部補は、両親の葛釈に耐えかね、警察の方で証言を捏造したことを暴露した。 しかし裁判所は、この暴露を最新理由として十分ではないとして却下し、しかも、トレンチ警部補は、警察上層部の圧力で解雇され、年金を打ち切られてしまった。警察の腐敗ぶりに愕然としたドイルは、スペクテーター氏において、この事件は、警察の無能さと、顔面さの最高の一例として、犯罪傑作集に、不滅の名を止めるだろうと語った。その後、 この事件についての動きは10年以上なかった。その間、スレーターは服役を続け、ドイルは再審請求を何度も司法当局に提出したが、取り合ってもらえない状況が続いた。1925年2月、服役して16年になるスレーターは、監視の目を盗んで釈放された囚人仲間を利用して、ドイルに助けを求める手紙を送った。これを読んだドイルは、 再びこの問題に本腰を入れて取り組む決意を固めた。ドイルは1927年7月にジャーナリストのウィリアム・パークが出版したスレーターの無罪を訴える著作、オスカー・スレーターについての真実に協力した。この本は世論に大きな影響を与え、この事件に関するマスコミの再調査が加熱した。1927年11月にエンパイアニュース紙は、 警察の用意した証人は警察からスレーターを犯人と証言しろと脅迫されていたことを明らかにした。同志のライバル紙ベイリーニュースも警察が証人に賄賂を送っていたことを明らかにした。マスコミの報道合戦で警察腐敗の実態がさらに暴露されることを恐れたイギリス政府は同時期に突然スレーターを釈放しこの問題を沈静化させようとした。 スレーターは釈放されたものの、未だ無罪と認められたわけではなかった。ドイルは間髪入れず、スレーターの名誉回復及び不当な刑罰に対する刑事保障の請求を行った。今回は再審が認められたが、スレーターには金がなかったため、裁判費用は支援者たちの募金及びドイルのセンポンドの資金援助で賄われた。裁判の結果、 スレーターは公式に無罪と判決されたものの、刑事保障はわずか6000ポンドしか払われず、18年にも及ぶ不当当国に対するものとしては少なすぎた。しかも、裁判費用を全額負担せねばならなかった。ドイルはあくまで司法、警察の腐敗を正すために行動したのであって、スレーター個人の人柄が好きなわけではなかったため、 無罪判決を得た今、スレーターとは縁を切るつもりだった。彼が、お礼として送ってきた贈り物も全て返却している。またドイルはスレーターが、支援者たちに裁判費用を返還しないことを批判した。ドイルにとっては大した金額ではなく、自分への返還はどうでもよかったが、他の貧しい支援者たちに債務を押し付けようとしている、ことは許せなかった。ドイルはスレーターに、君は、 私が今まであった人間の中でも最も恩知らずで愚かな人間だと批判する手紙を送っている。タイタニック号の英雄譚をめぐってドイルと論争したジョージ・バーナード賞1912年4月タイタニック号沈没事件があった。マスコミ各紙がこぞって乗客や船員たちの英雄的行動やメロドラマを書き立てる中、文学者ジョージ・バーナード賞はその空気に反発し、 噂や作り話を実際の英雄んかのように書き立てるマスコミの戦場的体質を批判した。しかし、ドイルは友人をタイタニック事件で失っていたため、乗客、船員たちの英雄神話をぶち壊そうとするショーを許せなかった。ショーの主張をつむじ曲がり的発想がひどすぎると批判した。章は最初に出た四十人の救命ボートに乗ったのが男十人。 女二人だったことを指摘し、不女子が優先的に助けられたという話は根拠がないと主張したが、ドイルはショーが特殊な状況下で出た1号ボートの例しか持ち出さないことを批判し、その次のボートには70人が乗り、うち65人が女性だったことを指摘し、不女子優先は徹底されていたと反論した。またショーは、エドワード・スミス船長の英雄譚は、 イギリス海運の問題点をうやむやにしたという点で、イギリス海運の勝利と論じたが、ドイルはスミス船長の英雄的行動は単なる事実であり、イギリス海運の勝利などとは何の関係もない。少子がそう思っているだけであると反論した。ちなみに、ーはスミス船長の英雄譚をヨタ話と疑っていたが、ドイルは信じていた。 乗客がパニックにならないよう船が傾くまで演奏を続けたというタイタニックの楽団の英雄譚も、ショーが混乱回避のために命令されてやらされただけで、この曲のせいで乗客に危機感が生まれず、助かるはずだった人も多く、命を落としたと批判したのに対して、ドイルは仮に命令されたことだとしても、その懸命な命令や、 学団員たちの英雄的行動の価値を少しも現じるものではない。混乱を避けることは正しいし、そういうやり方を取ったのは素晴らしいと反論した。ドイルには、桁外れに悲劇的な出来事には、桁外れの英雄が必要という信念があったため、英雄団に誇張あるいは捏造があったとしても問題視しなかった。 この事件をイギリスの栄光を強調するのに利用したとの批判があるが勇気と規律が最高の形で示されたとみてこれを名誉としなければ我らは本当に敗戦国民になってしまう天才であるはずの人間がその才能を使って自国民について誤ったことを伝え公然と批判するのを見るのは何ともやりきれないそれは悲しみに沈む人々をさらに悲しませるだけの 行為であるとドイルは語っている。1912年の失われた世界でチャレンジャー教授に扮するドイル。他3人はマローン、サマリー教授、ロクストン教。1912年には初の SF 小説でチャレンジャー教授シリーズ第一作である失われた世界を交換した。戦士時代の生物が生存している南米アマゾンの大地を チャレンジャー教授が旅する物語である。ドイルの幻想的なイマジネーションが高く評価されている作品である。さらに、翌1913年には再びチャレンジャー教授を主人公とする毒ガス隊を執筆した。地球が毒ガス隊を通過し、チャレンジャー教授ら5人を除いた全人類が死にたいと思われたが、昏睡していただけだったという物語だが、 ドイル研究家の中には、この昏睡から目覚めた後の世界というのは、心霊主義の次の世界のことで、つまりこの作品がドイルの心霊主義作品の第一作ではないかと指摘する者も,もいる。1911年には、ドイツとイギリスで行われた自動車レースのプリンツ・ファインリヒトライアルに参加した。この際にドイルは、ドイツ軍人の間にイギリスとの海戦不可避との 意識が高まっているのを感じ、イギリスの戦争準備が足りていないと憂うようになったという。対戦直前には危険を表した。これはイギリスがノーランドという架空の国と戦争になり、ノーランドの潜水艦が王立海軍を交わしてイギリス商船に大打撃を与え、イギリスは破れ去るという仮想戦記であるが、この著作は後に一時対戦のドイツ潜水艦による イギリス商船攻撃戦略を予見したものと評価され、ドイツ海軍大臣からドイルは予言者と呼ばれた。ストランドマガジン1917年9月号、ホームズがドイツ軍スパイの裏を書くという筋書きのホームズ短編小説最後の挨拶が掲載された。1914年8月に第一次世界大戦が勃発するとドイルは愛国者として、 全面的に政府に戦争協力することを決意した。ドイルは全国に先駆けて地元クローバラに義勇軍と称する民兵団を創設した。この組織は軍部からも注目され、後に第6コノエサセックス義勇連隊クローバラ隊として再編成された。ドイルは大戦前期を通じてこの部隊に一兵卒として所属していた。 政府と軍部は著名な作家であるドイルを徹底的に繊意公用に利用する腹積もりであり、ドイルに各地の前線視察や従軍機執筆を依頼した。ドイルはそれらの要請を快諾し、各戦線を練り歩いて、指揮を鼓舞する演説を行った。ドイルはどこの戦線でも、将兵から人気があったという。1915年からは、戦士、フランスよびフランダースにおける、 戦闘の執筆を開始し、1920年までに全6巻で完成させた。対戦中のドイルはかつてないほどエネルギッシュに行動し、彼自身も後に自己の身体的絶頂期と評している。1916年末には強力な総力戦、体制、戦時体制構築を目指すロイド・ジョージが首相に就任し、ドイルも政府から一層の戦争協力を求められるように、 なった。しかし軍部による社会監視も強化され、ドイルの書く歴史書も軍の検閲で修正、削除されることが多くなり、ドイルの苛立ちは募った。ロイド・ジョージを称える公式電気を書くよう求められたこともあったが、ドイルには首相の電気を書くことが目下の戦争遂行に必要とは思えなかったとして断っている。ホームズ関連では、 開戦前の1914年4月に書き上げた長編恐怖の谷がストランド1914年9月号から9回にわたって連載された。また戦況が泥沼化している1917年にはホームズがドイツ軍スパイの裏を書くという内容の短編最後の挨拶を戦意公用のために執筆した。この作品は同年9月のストランド誌に掲載され、 シャーロック・ホームズの戦争での任務という副題が付けられた。この作品と1908年から1913年にかけて発表されてきたホームズ短編は1917年にシャーロック・ホームズ最後の挨拶として単行本化されている。しかしドイルは、盲目的に愛国旗振り役だけに徹したわけではなく、1916年には大戦に乗じて、 反乱を起こしたアイルランド独立運動家サー・ロジャー、ケイズメントの死刑執行延期の嘆願書に署名している。対戦中、ドイルは身内を多く失う悲劇に見舞われた。妻寺院の弟マルコム・レッキーが最初に戦死し、ついで妹の夫や二人の甥いが戦死した。1918年10月には26歳の長男、キングズリーが前線で病死した。 1919年2月には若い弟、イニスも病死した。ドイルは一時大戦前から、心霊主義に関心を持っており、一時大戦での身内の死が原因で、心霊主義に入ったとは言えないが、これをきっかけに、心霊主義への傾斜を強めたことは、確かなようである。1918年に表した、最初の心霊主義に関する著作。 新たなる刑事の中でドイルは戦争で多くの人の死に会い、悲嘆を味わううちに我々の愛する人は死後もなお生き続けているはずだとの確信に達したと書いている。一時大戦後のドイルは心霊主義の不況を自身の使命と心得るようになった。イギリスのみならずオーストラリア、アメリカ、ヨーロッパ諸国、南アフリカ、ローデシア、 ケニアなどを訪問しては、心霊主義の講演を行った。1925年には、パリで開かれた国際心霊主義者連盟の会議の議長を務めた。一時大戦後に、ドイルが心霊主義不況のために費やした金額は25万ポンドを超えると言われている。コティングリーの二人の少女が、妖精の写真を撮ったと話題になった、コティングリー妖精事件をめぐっては、 ドイルはこの写真を本物と判断し、ストランドマガジン1920年12月号に掲載させた。さらに1922年には、妖精の到来というタイトルでこの件を本にして出版した。ドイルがこれを信じたのは、少女に偽造写真を作る技術などあるわけがないと考えたこともあった。この写真の真偽は、その後、イギリスで延々と論争され続けたが、 60年以上後の1983年に至って写真を撮った二人の少女が揃って本から妖精の絵を切り取って作った偽造写真であることを認めたため最終的に決着したストランドマガジン1925年7月号から心霊主義小説霧の国の連載を開始したカタクナに心霊主義を受け入れないチャレンジャー教授が 心霊主義に目覚める話であり、もちろんこの作品のチャレンジャー教授にはドイル本人が投影されている。また、イギリスの心霊主義弾圧の法令を批判的に描いている。ストランドマガジンからの依頼でホームズ短編も執筆したが、この時期のホームズ作品はシャーロキアンからも制裁がないと評価されることが多い。もはやドイルにとってホームズは、 心霊主義不況をやりやすくするための資金作りと、名声維持の意味しかなくなっていたため、気持ちが十分に入っていなかったと言われている。また、ホームズ作品の舞台となるビクトリア長とエドワード長が作者にとって遠い過去の時代になってしまっていたことも原因と見られている。この頃に書かれたホームズ短編作品は1927年にシャーロック・ホームズの事件簿として、 単行本化されている。1929年にはアトランティス沈没を生き延びた人類が深海探査船に発見されるという内容の SF 小説マラコット深海を発表した。コナンドイルの墓ドイルは1920年代から心臓発作を起こすことが増え、医師から休養を進められていたが、晩年のドイルは心霊主義不況を最優先にしたため医師の勧告を聞き入れず、 積極的に心霊主義の講演に走り回り、執筆活動も続けた。1929年には心臓発作が頻発するようになり、1930年春に一時解放に向かったものの夏になると再び悪化した。死の直前の1930年7月1日にはジェームズ一世時代に制定され、 近年、心霊主義弾圧のために再利用されるようになっていた魔女法の撤廃を陳情すべく内務大臣ジョン・ロバート・クラインスを訪問したが、これによって体力をかなり消耗させた。1930年7月7日朝7時半、衰弱しきって黒原の自宅で寝ていた彼は家族にベッドから窓際の椅子に移してもらった。そこから、 サセックスの田舎風景を眺めながら、また家族に見取られながら、8時半頃に静かに息を引き取った。亡くなる数日前にドイルは、読者は私がたくさんの冒険をしたと思いだろう。何より偉大で輝かしい冒険がこれから私を待っていますと記していた。彼の死が世界に伝わると、世界中のファンから多くの弔電を受けた。大量の花束が、 ドイル家に送られ、その輸送のための特別列車が手配されたほどだった。妻寺院は、夫同様、心霊主義に傾倒していたため、寂しくは思っても悲しくは思わなかったという。寺院は、心霊は、それが宿っている肉体が滅びると、それを抜け出して、次の世界へ移動する。だから、夫は、新しい心霊の世界で生き続けていると述べた。そのため、 7月11日に自宅で行われた葬儀も葬儀というより夏の園遊会のように行われたという。ドイルの墓標には鋼鉄のごとく真実で刃のごとくまっすぐなアーサー・コナン・ドイル。騎士、愛国者、一社、そして文学者と刻まれている。ドイルは晩年の1927年に彼のことはもともとそんな気はなかったのに随分長く書くことになった。 ありがたい友人たちがもっと読みたいとしきりに望むので書くことを余儀なくされたのだ。おかげで本当に小粒な種からこんな途方もないものに成長したと述べている。一度はホームズを死なせたこともあるドイルはしばしばシャーロック・ホームズを嫌っていた男と表現されるがドイルは後年に次のように語ってホームズと和解している。ホームズを復活させたことについて 私は全く後悔していない。こうした軽い作品を書くことにより、史実や史、歴史小説、心霊現象研究の著作、劇作といった様々なジャンルの創作活動において、自分の限界を試し、発見する行為が特に邪魔されたわけではないからである。もしホームズが最初からいなければ、私はこれ以上の仕事をしてこれなかっただろう。 ただもっとシリアスな著作を認めてもらう上で、彼が若干の大荷物になったということはあるかもしれない。クローバラにあるコナンドイル像ー・ドイルは当時の大多数のイギリス人と同様に熱狂的な帝国主義者であり、大英帝国の拡大が道徳的善を推進すると信じて疑わなかった。そのため1898年のイギリス軍のスーダンの際にはコロスコの悲劇を表し、 その中で、マフリーの反乱を起こして、イギリス支配を脱却したマフリー教徒たちを、狂信的な先制者と批判している。1900年から1902年にかけての、ボーア戦争の際にもイギリス軍の様々な、残虐行為の弁護士の役割を全力で果たし、その功績で、ここをエドワード7世より、ナイトに上された。選挙には自由党一党の候補として出馬したが、それは、 同等が最も強硬に帝国主義戦争を推進していたからだった。ドイルの大英帝国観は彼の歴史小説の中に見える中世騎士道賛美とも相互補完していた。ドイルは騎士道の強者への賛美はそのまま世界最強国大英帝国への進歩騎士道の弱者への思いやりはそのまま大英帝国の寛大な植民地政策に反映されていると考えていた。 ちなみに、ベルギー王レオポルド二世による残虐な今後、植民地支配には批判的であり、その犯罪的統治を求断する今後の犯罪を表している。女性官も中世騎士道に根ざしており、男は強くあり、女性を保護しなければならないと考えていた。そのためドイルは無意味な女性差別を排することには賛成したが、女性が男性の分野に進出してくることには、 反対した。例えば離婚自由をめぐって男女差別を規定していた離婚法の改正運動には積極的に協力したが政治という男の世界への女性の進出を促す婦人参政権には強く反対した。ドイルは婦人参政権について女性に選挙権を持たせても何の益もない女性が政治運動をすること自体がおぞましく女性らしくないと論じている。 そのためしばしば不人産政権論者の憎悪の対象となり、1909年には自宅の郵便受けに硫酸を流し込まれたことがあった。1914年に訪米した際にも、あるアメリカ合衆国の新聞に、シャーロック・クル、狂気の女たちの隣地に期待という見出しをつけられた。反共主義者であり、第一次世界大戦中にロシアで起きた共産革命を強く嫌をした。 ロシア革命について、まるで一人の強権な人物が、突然目の前で、ドロドロの腐敗物と化してしまったかのような、やがて行くばくもなく、共産主義政権は崩壊し、再び強固で健全な、ロシア人が蘇るだろうという感想を漏らしている。ドイルの後年の心霊主義系統は、共産主義に対する反発もあったようである。また、イギリスの労働党の緩やかな社会主義も、 非英国的と見て嫌っていた。ドイルは徹底した国粋主義者だったが、アメリカ合衆国には好感を持っており、アングロサクソン人が世界をリードすべき、世界の未来は英米両国の結合にかかっていると語っていた。1900年には英米の融和という小論文を表し、この2国の結合が善意で実現できなければ、やがてロシアからの威嚇の防衛手段として無理やりその、 結合を成立させられることとなるであろうと予言した。コナンドイルの心霊写真心霊主義は19世紀半ばから世界各地で盛んになっていた。イギリスにおける心霊主義の流行はヨーロッパやアジアでの流行に触発されてのものだったが、一度やってくるとイギリスが一番心霊主義の盛んな国となった。ドイルと心霊主義の最初の出会いは、 20歳の時の1880年にバーミンガムで行われた死は全ての終わりかという大の心霊主義講演を聞いたことだったが、この時のドイルは唯物論者だったと言い,い、不信感を持って心霊話を聞いていたという。しかしやがて少なくない数の科学者が心霊術を認めていることを知ったドイルは、ケンブリッジ大学教授フレデリック・ウィリアム・ヘンリー・マイヤースが実在すると、 主張していたテレパシーを自ら実験した結果、それに成功したらしく、心霊現象に対して自分は頑固すぎたと反省したという。その後、ドイルは高齢会に参加するようになった。最初に恒例を体験した時には、その霊がもたらした情報がでたらめだったので、ドイルはがっかりしたが、2度目に高齢を体験をした時には、自分しか知らないことを言い当てられ、 心霊が立証されたと感じたという。そしてその体験をした6年後の1893年11月に心霊現象研究協会に正式に入会するに至った。冷静な論理の化身、ホームズの生みの親が心霊主義組織に入会したことは一見矛盾して見えるため、当時も今もドイルにケチをつける者はこの点を批判したり嘲笑することが多いが、 当時、心霊主義は、イギリス各界の権威ある人々から広く、信じられていた。ドイルが入会した時の心霊現象研究協会の会長は、後に首相となる政界の重鎮アーサー・バルフォアであり、哲学者、ウィリアム・ジェームズ、博学者、アルフレッド・ラッセル・ウォーレス、物理学者、オリバー・ロッジ、科学者、ウィリアム・クルックスなど、名だたる科学者たちも参加していた。 この頃のドイルはまださほど熱心に心霊主義を研究していたわけではなかったようである。前述したように、ドイルの心霊主義への本格的系統は、身内の選手が続出した第一次世界大戦後である。1920年代のドイルは体調が悪化し続けていたが、無理をしてでも心霊主義不況のために尽くしていた。自分の残りの人生はそのためだけに与えられていると。 思っていたという。ドイルは、生来体格が良かったこともあって、スポーツ好きだった。とりわけクリケットが得意であり、メアデルボーンクリケットクラブの一員として、投手としても、打者としても活躍した。ウィリアム・ギルバート・グレースからアウトを取ったこともあったという。サッカーでも活躍し、40代までプレーし続けた。ゴルフや、ビリヤードも足しなんだ。 アマチュアのボクサーでもあり、かなり強かったという。ドイルはボクシングを武器を使わない最もフェアで男らしい、スポーツと絶賛している。ただ、ドイル本人は自分のスポーツの腕前について、どれも専門的にやったわけではないから、何をやっても二流止まりだったと謙虚に語っている。ドイル当人にとっては、どちらかといえば、程度の低い作品であったシャーロック・ホームズシリーズの、 知名度がドイル作品の中では群を抜いている。ストランドマガジンのホームズ担当編集員だったグリーンハウスミスは、シャーロック・ホームズとワトスン博士の名前はみんなにおなじみの名前であり、この二人の名は今や普通名詞化しています。これはどんな作者でも誇りに思うような異行です。シャーロック・ホームズは間違いなく、 英語で書かれた小説の中で最も馴染みのある、最も広く知られた登場人物なのですと語っている。ホームズ作品の魅力はもちろんドイルの文才によるところが大きい。ドイルの文章は歯切れが良く、しかも変異で読みやすく、眼蓄もある。日本においても英語授業の教材としてしばしば使用されている。物語の簡潔な構成力が高く評価されており、 江戸川乱歩は、ドイルのことを、どちらかといえば短編作家と評している。またドイルは、ホームズ作品を通じて、密室、暗号、ダイイングメッセージ、毒殺、毒物、一人二役、替え玉死体、偽装殺人、意外な狂気、意外な隠し場所など、現代に至るまでの推理物の基本的なトリックのパターンをほぼ全て完成させた人物でもある。一方、 ホームズ以外の作品の知名度は低いと言わざるを得ず、ドイルが自身の傑作と考えていたホワイトカンパニーやナイジェル教の冒険といった歴史小説も現在ではほとんど読まれていない。ドイルはストランドマガジン1903年10月号掲載の最後の事件で、ホームズがライヘンバッハの滝からモリアーティ教授と落ちながら助かった理由として日本武術、 バリツをホームズが身につけていたためと設定した。また、ストランドマガジン1925年2月3月号掲載の巧妙な依頼人では、聖武天皇と奈良の焦燥院を話題として出している。ドイルが、系統的に日本についての知識を有していたかは疑わしい。しかしチャイナ分割をめぐって、ロシアと対立を深めるイギリスは、1902年に、 日本と対露を目的とした同盟を締結したため、以降イギリス人の日本への関心は高まっていた。そのため知識人層であるドイルが日本について断片的な知識を有していたとしても不思議ではない。また、ドイルの幼馴染の友人には、東京帝国大学教授ウィリアム・ケバートンがいた。工業化が急速に進展していた、明治の日本は、 近代的水道網の設備を急いでおり、バートンはそのための人材として1884年に日本政府から招かれていた。ドイルは、バートンと写真を通じて、仲が良く、バートンが日本にいる間、イギリスにある彼の預金通帳はドイルが預かっていた。そのような関係から二人は文通も多く、ドイルの日本に関する知識も、このバートンから仕入れられた可能性がある。 ドイルと会ったことがある。日本人は確認されている限り二人である。一人は1909年から英国留学した英語教師の安藤寛一で、1910年1月にピカデリーホテルでドイルと会見している。ドイルは安藤にバートン教授の話や自分の作品の話をし、ジェラール純章のごとき、武勇伝が私は一番好きで、 歴史小説に心血を注いできたのに、期待したほどの反応はなく、むしろ探偵小説で予想外の成功を収めたのは意外だったと語ったという。もう一人は、薩摩二郎八であり、彼は20歳の頃の1921年に、ロンドン日本協会副会長、アーサー・ディオシーの紹介で、ドイルと会見した。彼はドイルに、アラビアのロレンスについて質問したという。ドイルと三男、 エイドリアン1885年にルイーズ・ホーキンズと最初の結婚をしたが1906年に死別。翌1907年にジーン・レ・ッキーと再婚する。子供は全部で5人。ルイーズとの間に長女マリー・ルイーズと長男アーサー・アレーン・キングスレイ。ジーンとの間に次男デニス・パーシー・スチュワート、三男エイドリアン・マルコム、次女ジーン・レナ・ーレット。 三男のエイドリアンは、ジョン・ディクスンカーの協力を得て、ホームズシリーズの続編をいくつか出版した。次男と三男は、父親の財産で、報道の限りを尽くし、父親の半権相続をめぐって、一族内で、裁判沙汰が絶えなかった。1997年に、次女で、末娘のジーンが亡くなったことで、コナン・ドイルの子孫は断絶した。ドイル作品の半は、 次男の死後、三男に引き継がれた。その一部は、次男の未亡人による裁判によって未亡人のものになったが、彼女の経済的破綻により、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドのものとなり、その後、個人に売却された。1980年に、ドイルの判権は、英国のパブリックドメインになったが、アメリカ合衆国では著作権法により2023年まで保護されることになり、 自助の寺院に引き継がれた。寺院の死亡後は、その遺言により、英国王立盲人協会に譲渡されたが、後に、ドイル家の傍険の相続人に売却された。短編外説、ノブバラが、ドイル傑作集、全発刊として、ジャンル別に編纂したアンソロジーがあったが、現在は絶版。また、東京創原社から、ホームズ外展を含めた、短編集が文庫で出ている。 ありがとうございます。